2016年、1月16日、今日が、宮古島ハイトライブ開催となります。2001年から出てきているこのハイトライブ、東京と福島だけでなく本当に日本各地いろんなところでやっていければなという思いで、宮古島で開催ということになりました。本当にですね、バタバタと準備大変でしたけれども、でも今日は朝まで降っていた雨もやみ、ハッピーな一日になるんじゃないかと思っております。最後まで気を引き締めて、そしてでも楽しみながら、やっていきたいと思っております。宮古島晴れてます。ハリトライブとして、ハッピーな場を作り、東日本を引いて日本全体をハッピーにするようなムーブメントに育てていければなと思っております。その第1弾が、この2016年宮古島でできるということをとっても嬉しく思っております。ハッピーにいきましょう。お願いします。この界隈じゃ知らない奴はいないんだ。見せましょう、ぼちぼちその実力を知ってるか。俺の名前を知ってるか。俺のあだ名を野外フェス。このステージに登場いこうよ。涙を笑顔に変える男を人呼んでハリーだぜ。俺が晴れ男なんでしょう。ハリーだぜ。君が晴れ女なんでしょう。実はアカリトライブのテーマソングというものがありまして、聞いてください。タイトルは希望の明かり。そうすんだ、暗闇に明かりを照らすんだ。これが過去にないと奏でる歌、紡ぐ言葉、それこそ希望の明かり。そうすんだ、その手に鼓動を照らす。あとたちの大地を
昨日着いたんですけど、宮古島に、はい、雨だったので。そうですよね。そうなんですよ。晴れて最高でした。はい、最高。はい、宮古島に住んでます。さあ、神戸の震災も経験しているので胸がいっぱいになる気持ちでしたが、また来年もぜひ来ていただきたいと思います。楽しかったです。どうもありがとうございます。まだまだ大変なこといっぱいあると思いますけど、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。すごい最高でした。熊本から2回目なんですけど、東京のワンマンも行ったりとか、すごいガチさんとリズムソムリエスの皆さんが大好きなので、最高のハッピーな気持ちになるので、また必ず行きたいと思います。お疲れ様でした。宮古島あかりドライブたった今無事終わりました。天候の話ばっかり今日はされましたね。本当にずっと雨だったんですけれども、今から晴れて無事終わったらちょっとパラッとくるっていう、はい、でもなんか僕らの願いが通じていい回だったと思います。夏川さんもそうですし、D41 ソフェみんな一人ずつが素晴らしいことを奏でてくれて、僕もなんかいつもより演奏ちょっと力入っちゃったんですけども、僕は本当にたくさんの、メッセージが宮古島で集めることができました。これをもう大切に持って、東日本にまた届けに行きたいと思います。そして、このあかりドライブ、今回宮古島でやりましたけれども、日本のいろんなところに行って、また世界に行って、このメッセージのあったかい連鎖を受けていければなと、このように思っております。宮古島最高でした。イエス。また来年もやるぞ。